はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もバッタルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでですね、皆さん、最近ね、僕の動画を見ている方は、あれれこんがり公演減っては増えて減っては増えてで全然破産しなくないかってね思ってる方、そうなんです。なんとですね、私こんがり最強のね、期間限定金策を行っているおかげで全く破産する気になりません。ちょっと本当にね、やばいことが今起きちゃってるんですよ。はい、それが何かというと、もう早速ね、結論から、見せていこうと思うんですが、それがこちら。そう、鉱山禁止区域ですね。これ見てください。3万円投資するだけでなんと22万公演。これはですね、まだね、そんなに稼げたレイドではないんですけれども、30から、50ぐらいはマジで行くで、リスナーによると100行った人もいるらしい。いや本当にね、夢が詰まってるんですよ、このモードっていうのは。結構みんなね、このモード嫌いって言ってる人もねよくいるんですよ。運ゲーだわみたいな、結局は運かみたいな感じなんですけれども、チッチッチー。いや、これを極めればね、皆さん、この期間は破産することはありません。なので、ちょっとね、逃げずにやってみてください。このモードね、何がいいかというと、やっぱり3万円でね、入れるってところなんですよ。3万円払ったのに対して、20万とかさ、爆跡じゃないですか。1回でね、20万は絶対行くと思うんだよ、帰れれば。だから、これ実質7回にね、1回勝てば、アドなんですよね。時間全ロスするんですけど。でもね、インポスターとかもさ、1回やって僕は10万とかなのよ。だから結局、いっちゃん何が効率いいかっていうと、鉱山禁止区域なんですよね。で、鉱山禁止区域ね、もうハイエナしばきすぎて、信用スコアがねえからできねえよ、こんがりって方はね。これ、知ってる人は知ってるんですが、設定ボタンを押していただいて、このね、一番下のカスタマーサービスからの、ちょっとぐるぐるして、信用スコア補充ツール、ここをね、押すと、毎月1回ね、信用スコア補充できますので、皆さんここで補充してですね、鉱山禁止区域遊んでみてください。もう信用スコア補充しても補充してもハイエナしばいてるから足りねえよって方は、ドンマイ11。ってことで、今回ね、ちょっとこちらをですね、僕なりに、解説してやっていこうかなって思うんですが、カウントダウンはね、残り23日と21時間45分ということで、この23日間ね、僕は破産することはないでしょう。本当に、マジで稼げるんだ。これをやってたらね、みんな、お金に困ることはマジでない。プロの思考っていうのを、皆さんにね、話していければなと思います。はい、早速ね、マッチング開始しましょうか。これね、マジで稼げるんで、最後までね、見ていただきたいです。はい。僕のね、思考っていうのをすべてこの動画にね、落とそうと思ってます。はい。なので、これを見ればね、あなたも、今日からね、公演に困ることはないでしょう。わかりますよ。ある程度のね、ガチャ要素があるっていうのはもちろんそうなんですが、ただ、それはですね、メンタルブレイクアウト、すべてに言えることであって、もうすべてガチャなのよ、結局。脇ガチャっていうのは、どのマップに行ってもね、あるんですよね。もう不利な脇っていうのは確実に存在してるので、そこを引いた時点で、じゃあ負けるのかっていうと、そうじゃないじゃないですか。で、しかもね、自分がさ、なんか、100万装備ね、用意して、なんか不利なね、脇ポジ引いて、なんか一発でしばかれてさ、GG ってよりも、3万円のね、お金をかけて、脇ガチャ負けて GG の方が、全然ね、痛くないんですよ。このモードね、3万円しか減らないから、マジで痛くないの。本当に。もう10回遊んでも30万円ですよ。僕なんてさ、いつもね、40万以上、1レードに持っていくので、金策の時も。だから、金策とか言って金策じゃないのよ。もうリスクをね、取った金策になってるので、それ良くないですよね。で、まずはここで湧きましたか。で、ここで湧いたらですね、このね、マーキングしてあげて、で、まずは、なんか、謎のね、ボックスを手に入れましょう。解説とか言って全然解説しないやつ。分かってないやつ。まずは、脇ポジにもよるんですけど、これ脇ポジがですね、このね、なんか電波塔がない場合は、電波塔のね、街に移動してもいいし、移動しなくてもいいよ、別に最悪。そこはね、特に関係ないんですよ。
まあここをね、引けたら引けたで、まあ美味しいんですが、まあでもそんなね、無理してね、初動から行く必要もないというか、この電波塔以外のね、街で湧いてしまった場合、そこにね、いち早く向かったとしても、ここでさ、湧いてる人たちがいるから、まあ結局不利なんですよね。まずはね、まあお祈りゲーミングかましてあげて、なんか来たか？大丈夫か？怖い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 。これ味方かな？あ、味方でした。ほんで、じゃあ、ちょっとこっちも芝こうか。もう芝いてる？みんな芝いたか？まあ、とりあえず、まずはね、この箱をね、開けるところから、まあ、今回は始めていくんですが、まあ、こういったところでね、湧かなくても安心してください。もう全然大丈夫なので、そこは余裕なので、皆さんね、あ、湧きポジゲー負けたわって思って、すぐにね、サレンダーするんじゃなくて、ちょっと、まあ、湧いたポジションでね、ブッシャーすればいいと思います。はい。まあ、ここで湧けたら、まあ、ラッキー程度にね、思っていただければ。で、一応 HP 弾は、お金になるので、しっかりとね、抜いてあげて、で、このね、バッグの中にでも入れときましょう。で、ちょっと回復もさ、こんなにいらないから、まあ、こんな感じでいいか。まあ、とりあえず、ウサスベクターのスタートですね。いや、ほんとさ、マジで楽だからな。で、続いてやることといえば、まあ、車の確保ですよね。ここ、車を確保してやって、で、このね、空中投下、ラウンド1っていうのがね、今見えましたでしょうか。あれをですね、まあ、ちょっと意識して、で、まあ、空中投下のね、これ一発目は、まあ、取りたいね。取れるのであれば。もう遠すぎたらさ、まあ、行く必要はないんだけど。まあ、このね、空中投下の第一ラウンドの争奪戦にだけは参加してほしいですね。できることであれば。今回味方がですね、車を全部ね、取ってしまって、僕がね、運転できる車がないので、こうなったらね、味方に運転をね、お願いするしかないんですが、まあ、果たしてね、行ってくれるんでしょうか。いやー、ここ本当はね、まあ、3人でね、行きたいところなんですよ。まあ、フレンドパだったらね、仲良くね、3人で、行ってほしいところではあるんですが、まあ、ノラパだとね、なかなかうまいこといかないというか、まあ、もうそこはですね、まあ、お祈りゲーミングにはなってしまうんですが、まあ、そこはね、ちょっとま、味方と連携して、行ってみてください。さあ、そして、なんか謎の足音やってきた。これは誰ですか？まあ、スカちゃんですかね？いや、これコントラクターボットか。よくわかんないけど、コントラクターボットでした。で、このコントラクターボットをしばくことによってね、なんと、ランク上げができてしまうっていうね、謎仕様がこのモードありますから、まあ、ランクね、上げたい人もこのモードね、やってほしいんですけど、まあ、僕は特にね、ランクについては、全然意識してないというか、全くどうでもいいことなので、まあ、てかむしろね、ランク上がってほしくないまでありますから、まあ、僕はね、そんな感じ。んで、ここでまあ、くっつけていくわけですよ。まあ、とりあえずちょっとこっちくっつけようかなとか思ったけど、ちょっと待って。これ良くないかもしんない。これちょっとウサスにくっつけます。なんでかっていうと、ウサスね、くっつけないとね、見にくすぎるんですよ。だからウサスね、持ってる人は、まあ、絶対ね、ウサスにね、優先してつけた方がいいと思う。で、ちょっとこの辺もさ、弾取り除いてあげて、で、まあ、これ、一応ね、ベクターの弾なんで、一回ね、引っこ抜いて、まあ、入れておきましょうか。で、そして、回復もね、とりあえずもらっといて。今回味方がね、倉庫エリア行ってますけれども、まあ、ここでね、湧いてる敵もいるかもしれませんので、まあ、気をつけて、後入りは本当に気をつけて。で、空中投下の後入りが、一番怖いからね、本当に。第一ラウンドはさ、まあ、いいんだけど、第二ラウンドはね、ちょっと怖いんで、そこだけはね、気をつけるように。ちょっと待って、謎の銃声入りやがった。あー、いつもコントラクターボットだ。んじゃあ、ちょっと3番さん、やっておしまい、あんたたち。ってことで、やってもらいましょう、ここは。とりあえず、ここでチンパクだけかましておいて。んで、ちょっとマガジンリロードタイムかまして、行きましょうか。まあ、あとはね、空中投下、第1ラウンドね、まあ、必ず取って、でも、あとは、帰るまでね、時間を潰せばいいっていうだけの、簡単なね、作業になりますので、まあ、本当に覚えることは少ないかなと。うん、マジでね、このモードは、やった方がいい。まあ、ちょっとところどころね、プロの思考っていうのを、まあ、引き続きね、教えていこうと思いますけど、一回、まあ、味方と共にね、ちょっと行きましょうか。あ、味方分かってんね。そう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 。この飛行機の軌道を見てあげて、で、まあ、どの辺に落ちるか、もうね、マップを見る前に把握しておくっていうのは大事。さあ、味方もね、ちょっと補給物資がどこに落ちるか、確認してますね。これ素晴らしい。これ分かってるわ。このマジで第一ラウンドをね、まあ、落とせるかどうかによって、もう話変わってくるから、本当に。ここだけは、マジで負けちゃいけない。で、第二ラウンド、第三ラウンドは、取りに行かなくていいから。この第一だけ、取りに行きましょう。うわー、ここかー。いや、そこですか。ちょっと良くないかもしんない。待って。これはやばいな。これだいぶまずいね。ははは。大丈夫かよ。
まあ、スカちゃんにさ、相手してる場合じゃないって。ゴー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 。もうそんなん無視無視無視。アタック!どんどんかませ。大丈夫大丈夫。慌てるな。そんなのどうでもいいんじゃ。で、この第一行動にね、物資が落ちた場合は、まあ、ちょっとめんどくさいんですよ。まあ、何がめんどくさいかってさ、まあ、取りに行くのがめんどくさいと。まあでもここね、多分敵もさ、あんま取りに来ないから、行った方がいいと思うんだけどさ、おい、味方!おい、味方!まあ、味方が運転すると、こうなる可能性っていうのは、まあ、かなりね、高いですので、まあ、気をつけましょう。どこ行ってんの本当に。あ、そっち側の行ってんのか。了解した。まあ、それは素晴らしい。待って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 。どうした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 おい、マジか。違うじゃん、これ。うわー、ちょっとマジっすか。これ、第一ラウンド取りに行かなきゃ、絶対に。あ、で、待って、これ、芝刈り入ってんな。いるな。人いますよ、これ。ちょ、待って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 。ははは。よくわかんないけど、それさ、なんかこれ、コントラクターボット臭くね、これ。違う。あ、これ、普通にさ、スカちゃんだった。じゃあ、ここでスカちゃん芝刈れてんの怖いな。ちょ、待ってくれ。とりあえずこのスカちゃんからさ、ウーズィの弾をしばいてやって、ちょっと9ミリね、補給しましょうか。逆 ASMR、まあ、通称ピクミンやっといて、ちょっと一回ね、弾補給します。まあ、こういうの大事になってくるから、本当に。こういう地道な作業だから、本当。これがね、後にね、身を結ぶわけですよ。で、まあ、本来であるならば、まあ、やっぱりね、余裕のある時に、まあ、物資物色してあげてさ、まあ、50連マガジンとかね、見つけてあげると、まあ、いいんですけど、まあ、ベクターの50連マガジンってさ、落ちてたっけ、まあ、よくわかんないですね。まあ、あとは、ま、サイトとかね、そういうのがあると、やっぱ勝ちやすいから、まあ、そういったね、アタッチメントを今ね、拾うフェーズなんですけれども、まあ、だから、ほんと序盤はですね、なるべくまあ、接敵しなくていいんだよね。まあ、フレンドパでさ、やってるときは、接敵も全然ありだと思うんですよ。まあ、連携かまして、まあ、ガンガン縛いていくっていうのね、大事だと思うんですが、ノラパでやってるとね、なかなかそううまくもいかないし、でなんかさ、後ろに敵いたし、ちょ、待ってくれ、それ。だるすぎるな、ちょっと一回引こっか。やばいわ、それ。ちょ、とりあえずここで、動かざることというか、なんというか、いました、今。だるすぎ案件。味方、そこにいたぞ、スカー兄貴が。ちょ、いるからな、それ。しばきましょうね。ちょっと待って待って待って。そいつはしばかないといけない。ちょ、やるわ。絶対やる。あいつ許さねえからな。100% しばきまーす。ちょ、待って待って待って。そんな後ろからさ、撃ってきてさ、許すはずがねえだろうが。あ、いたいたいた。そこか。その裏にいますね。スニコかましてるわ。いやー、ここでね、ちょっとね、スモークとかあったらさ、もうガンガン詰めていきたいところではあるんですが。ちょ、待って待って待って、味方さん。ちょ、まずいよ。ここいるよ、ここ。そこに敵いるんだけど。見えないかな?ちょ、待って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 。やってくれよ。はい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 。はい、もうじゃあやっちゃいまーす。ここで、しっかりと、ああ!はい、ということでね。今のはまあ、不良の事故というか、顔面ゲーミングです、多分。あ、違うわ。普通に胴体2パン。ってことで、プチ56、完了です。はい。いや、まさかの M855 弾詰めてやがりました、敵が。あれ、ズルですね。まあもうこれはね、もうしょうがない、こればっかしは。敵の負傷を見てみたら、まあまあそうだよね。まあ僕も同じく胴体2点当ててるので、まあ M855 だったら僕勝ってるから、まあもうこれはもう正直まあ弾の差というか、まあ、三貫通詰めてなかった方の負けっていう、まあただそれだけの、まあシンプルなね、まあ理由が原因でした。はい。詰めてる弾もね、めちゃめちゃ大事になってきますので、まあ皆さんね、なるべくまあ交換通弾、詰めておいた方が、まあ、もちろんね、勝ちやすいと思います。はい。いや、でも、これで負けても、まあ、3万円の損失だから、全然痛くないでしょ。いや、このね、金策何がいいかっていうと、マジで痛くないのよ。3万円なんてさ、別にディック・ビンソンで稼げるじゃないですか。だから、いや、マジでチャンスが広がってるんですよ。はい。最近ね、ディック・ビンソン金策もさ、めちゃめちゃ渋くて、1日ね、4回やっても、もうほんと10万いくかいかないか。でもね、そのディック・ビンソンで稼いだ10万円を3回のチャンスに変えることができるんですよ。しかも、1回でも成功したらね、まあ、20とか30とか40いくんで、これマジでおすすめです。皆さんもね、ぜひ、やってみてください。いや、本当に稼げるから。マジで。絶対稼げるから。マジで。マジで稼げるから。